ことをもっともっとたくさんの方にね知ってもらわなければいけないと思うんですよ、うん、はい、でこうテレビとか出演させていただいた時に、うん、一瞬でどうインパクトを残すか、うん、それからバラエティに出た時とかに何かポンって質問されたことに対してその一瞬でどう何を答えるって力んでますね。大事だよね。そう、すごい大事なことだと思うんですよ、うん、それをもっともっと私たちは鍛えなければいけないと思うんですよ。確かに。だから今この場で何かこう瞬間的に答える大喜利的な、じゃあ、はい、じゃあじゃあ、はい、はい、いきますよ、はい。カレーの具に入ってたら嫌なもの、キャベツ。いや、じゃないし、キャベツ、キャベツって言った、キャベツ、はい、はい、モーニング娘。のいいところといえば、お、私がいるところ。面白い、面白い。もうなんかさ、もうさ、答えよりもさ、あゆみちゃんのなんか動きが面白い。大事になってくると思うんですよ。なんか発言にはそんな自信ないけど、なんか動きで勝負。確かに、なんかキャベツってさっき言ったけど面白かったもんね。ですよね。面白かった。動きも大事なんですね。それも学んだところなんですけども、早いけどもう時間が来ちゃってる。学べたかな。そうだからやっぱこういう本当あっという間の瞬間でインパクトを残していかないといけないんだよ。いや、今日は石田さんの大勝利だと思う。ちょっと残せたね。キャベツ、石田さんに、はいはい、お悩みを聞いてほしいんです。私、はい、私なんか空気が読めてないっていうか、自分はこれやったら喜ぶだろうなって思うこと、相手は実は、うん、って思ったりとか、そういうことがあるんですよね私。それあれ気づいてたんだ。だね、自分で。だったら、そうね、だったらあなたはまだ成長する見込みあるから大丈夫よ。ありがとうございます。気づいてたらね、OK だと思う。よかった。ちょうど今日楽屋で会ったんですけど、あのね、あの DVD マガジン の, あのオフの裏側の撮影で、はい、あのマリアとかクドゥと、あとハガチン3人で、あのグッズを買いに行ってたんですよ、今朝。はい、お使いに行ってました。そうそうそう。で、うん、そこで、あのピンナップポスターくじ引きのやつあるじゃないですか、はい、あれを毎回みんなやってるみたいで、それをマリアが、あの野中ちゃんを引いたんですって。そうなんです。で、その野中ちゃん出ました。その出た野中ちゃんのピンナップポスターを野中ちゃん本人にさ、あげるって言ってたよね。そうなんですよ。言ってたよね、あげてたよね。はい、野中ちゃんって言って、あげるって、大丈夫よって言われたの。例えばですよ、あの野中ちゃん本人は野中ちゃんの写真出たって言って、野中ちゃん本人にあげたら喜ぶかなと思って。だって野中ちゃんは、でも確かに自分のグッズってもらえるんですよ。そうね、みんなもらえる。メンバーはなんですけど、でも2枚になっちゃうじゃないですか。なるほど、被るよね。でもその1枚を例えば野中ちゃんのおじいちゃんおばあちゃんに渡したりとか、はいはい、その方に渡せるかなと思って。だからそれをちゃんと言って渡さないとさ、多分野中ちゃんは、え、マリアいらないのかなこれって絶対思ったから。そういう顔してなかったの、なんか。もしもさ、マリアのピンナップポスター出たんだ、あげるよって言われたらさ、確かにいらないのかな、ないかなって思っちゃう。でも大丈夫、気づけたあなたはまた成長できる。よしよし。喋りにしろ、伝えることって大切だなって思ったんですよ。おまずその根本である滑舌、滑舌ね、これは鍛えなきゃいけないなと思って、今日この場を借りて、まあ、ベタですけど、はい、早口言葉にしてお、早口言葉、早口言葉して滑舌をね、鍛えなきゃいけないなって思ったんですよ。なるほど。じゃあ、あの有名な、はい、カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコミピョコピョコ。おー、ありがとう、さすがです。安心した、はい、ありがとうございます。これならまーちゃんも言えるんじゃない。言えるよ。おいくよ。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコミピョコピョコ。あー、惜しい。なんで合わせるとミピョコピョコなんですよ今。3足す3、だから言ったじゃん、テロップ出してって。わかんないから、カンペがね、カンペが欲しいって。わかんないって、聞き取
あのさ、レベル上げてとは言ったけど、そんな上げてとは言ってない。東京特許許可局。あー、言うと言うと言うと。待って、日本語がわかんない。待って、東京特許。特許。特許ってわかります？わかんない。わかんないか。東京で、これはもう大丈夫。マサも言える。うん。言ってみて。マジかよ。うん。マジです、マジです。東京特許許可局。許可、許可局。東京特許、東京特許許可局。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 頑張った、頑張った。ちょっと難しい。あれならやるよ。生麦もげもげ、みぎょみょみょ。かっこよくなれるように、はい。かっこよくなる大喜利したいわけ。大喜利、大喜利。転んだ時のかっこいい、そう、ごまかし方すればいいわけ。なるほど、難しい。なんかやっぱりあの人生の先輩なわけじゃん。いろいろ教わりたいなって思って。1年先輩だね。そういう時ばっかなんですね。結構先輩。先輩よろしくお願いします。お願いします。やだー、かっこいい。やりました。キレキレに。お、やるよ。いくよ。伏せろ。私と福村さんが見て、生田さんがどのようにかっこいい姿を見せてくれるのかっていうのが。かっこいい。マジか。だってね、ほら、工藤よりもかっこいいって言われてるじゃないですか。なんかいつも戦闘態勢って言うしね。そうですよね。転ぶぞ、転ぶぞ。あ、ガラスの靴見っけ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。それかっこいい。すごい、すごい。そういえば昨日実は私たちは韓国から帰ってきたんですよ。はい。もうね、すごいこと起きたんですよ。あの、エリポンと同じ部屋だったんですけど、はい、手を洗ってたんですよ。あの、はい、なんだっけ、お風呂とおトイレが一緒についてるお部屋、それだったんですけど、手を洗ってたら急に、おトイレのなんかこうついてるホースみたいなのが取れて、それでブシャーって水が出てくる。そう、それで瑞希には当たらなかったんだけど、そう、瑞希避けたから当たらなかったんだけど、こっちはブシャーって通ってエリポンの歯ブラシに直撃して、おーおー、そうで、歯ブラシが飛んでって、すごい、すごい強いんですか？すっごい勢いで出てきたの。うっそー。そう、何もしてないのに。それで、エリポン助けてって言って、とりあえずそこから退出して、トイレの水がなんか噴射したって言ったの。それでエリポンがそこに入ってって、なんか止めようとしてくれたのかな、はい、そしたら、何もしてないのにそのままね、こうやってホースが上向いちゃって、もうブワーって。水しぶきがもういろんなとこ飛んでって、お風呂全体、トイレの水だらけになったの。それで、どうしようどうしようって言って、マネージャーさんに、とにかく、急いで、あの、トイレが噴射しててって言ったら、本当に、漫画みたいだねって言って、確かに、すごいことないですもん。そう、それでホテルの方に来てもらって、止めてもらおうと思ったんだけど、ホテルの方もこう、一瞬ためらって、そう、どうすんのかなって思ったら、こうやって、かっこいい！勇敢に、こうやって入ってって、なんかどうにかして止めてくれたんだよ、それを。ね、大事件、本当に。やっぱりアイドルたるもの、はい、表情が何よりね、大事だと思うんですよ。うん。なので私はちょっと、今日、あるものを用意してきたんで、取ってきます。あ、何？あ、まさか。まさか？まさかあれですか？来たー！出たー！持ち込み企画。言葉だけを、文字だけ読んでもらって、うん、それに合った、顔、表情をしてもらおうという、顔だけで表現するってことね。そう、コーナーでございます。ミルキュー、はい、お願いします。あっちのスーパーの方が安いな。慣れてるか。いるよね、そういう主婦。いるいる。結構真剣な顔なんで、あれでしょ、うん、セールの日とかさ、こうカゴとか持ってさ、あの、開店前に待っててさ、うん、で、開店前じゃないです、ごめんなさい。多分福村さんお嬢さんだから分かんないと思うんですけど、開店前とかじゃないです。
7時ぐらいがいいかな。夕方のね、あのね、三角シールとか貼られるとだんだん 30% オフ貼られてるなって思って一周して戻ってきたら半額みたいなそういうことあるから。え、ちょ、福村さんにこれやってほしい。え、これいいんですか、いただいちゃってやってください、ぜひぜひ。え、どうしよう。じゃあ、あゆみん、これいい感じに言ってください。分かった、いきますよ。俺の煮物で元気になるよ。新しい、あの、煮立ての熱々だから素手で掴んでるんですね。素手で掴んで元気になるよ。素手で掴んでるな、熱い、大やけどね。さあ、こんな感じですかね。やらんでいい、ちょっとちょっと、やらんでいい。まあ、あくまでも私持ち込みしただけだから、ね、時間、ほら、これこれやろ、ね、時間来たのも、時間来たから早くやって、はい、いくよ。みんな飛行機持ってないんだ。やりそうじゃない、福村さん。なん、だからやらせなきゃよかったじゃん、こうなるならこうなるならやらせなきゃよかったじゃんか。いいよ、大丈夫、可愛かった、可愛かった、可愛かったよね、みんな可愛かった、可愛くどうぞ、可愛かった、これから入ってくる13期メンバーいるじゃないですか、はい、だからこう、ね、先輩といったらこう後輩になんて言うんですか、タメ語というか後輩にどういう風にこう接しなきゃいけないかっていうのをこうやってみたいなと思うので、今日は私が13期メンバーを演じます。後輩、タメ語先輩ってことですか。そうそうそう、だから12期の後輩ということなので、ちょっとやってみましょうか。怖い、後輩、よーい、スタート。あ、牧野さん、赤田さん、おはようございます。おはよう、おはよう。新メンバーの深村瑞希です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度のツアーでやる青春小僧が泣いているっていう曲がちょっとわからないんですけど、お、教えてあげる、教えてあげる、いいですか、教えてもらっても。尾形でよければ、ですね、お願いします。ほら、マリアちゃんもさ、一緒に。そうだね、ちょっと福村ちゃんは、わからないわからないところとかあるの、イントロ、なんか、青春小僧がみたいなの、プル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 してるとこがよくわかんない。あ、あ、いるよ、手本で、いる。おー、あ、なるほど、やってみて、みずきちゃんも。わかりました、行きますね。できてる、まあ、全然大丈夫、全然大丈夫、なんかね、意外とできてるね。本当、大丈夫か、ありがとうございます。すごい、福村瑞希ちゃんセクシー担当みたいな感じじゃないですか。はい、今日お誕生日の福村さんが20歳じゃなったじゃん。はいはい、やけさ、もっとさらに増すと思っちゃう。ああ、セクシーさが増しちゃう。やけ、エイたちはそれに負けないように、はいはい、セクシーなしりとり。お、わお、わかりました、わかりました。え、じゃあ誰からいきますか。じゃあ、じゃあ牧野から行こうか。おわ、よし、いけるか、最年少ってなんかどんどん年齢上がっていく感じで、うわっ、それ石田さんが一番ピークになるように。じゃあ、よし、次と2からいく、やろう、いいですね、うん、よし、じゃあリスリマイナリマイナ、うまい、あの、得意なんですよ。あ、そう、あ、そうそうか。じゃあ好き、やられる、よし、いきます、キス。すいません、ごめんなさい、本当変なもの見せてごめんなさい、本当に変なもの見せてごめんなさい。次、キス、す、またす。じゃあコンサート
人は嫌だみたいなのある？階段を上がっても上がっても先が見えないとか絶対嫌だ、進まないみたいな、もう諦めてさ、もうちょっとあもうこの辺に座ってるとよみたいな途中で思いそうだよねとか、あと今今すぐ飛び込む勇気歌ったじゃないですか、うん、あれでこうみんなで水鳥になって飛び立ちますけど、あれが水鳥になりきれず鶏で終わるとかすげえダサくない？逆にこんな場所でライブしたいとかある？放水するとかやりたい。もうめっちゃ狙いますからね、びっしゃびしゃにしますよ。すでに水かぶったようなやつがいるなよ。本当だよ、もう自分にかけちゃうかもしれない。そうだね、うん、そんなライブ。モーニング娘。最近かっこいい曲が多いじゃん。はい、そうですね。でもかっこいい姿だけじゃダメだと思う。おお、かわいい姿も見せていかなきゃいけないと思うから。確かに、はい、かわいいしりとり、いいなと思います。じゃあエリから、じゃあまあそのまあお手本じゃないですか。エリ、いちご10個しか食べれないんだ。大好き。尾形ってさ、尾形かわいいのにさ、変顔がマジでやばい。じゃあ次、キキキ、よし。キンコンカンコン、あ、遅刻しちゃった、てへ。やんなきゃダメなのかな。てへのへですね。てへはね、はい。へたっぴだけど許してね。ねねねねねねね。あ、ちょっと待って。おばあちゃん、今ね、ねえねえねえ、そうじゃないね。ねえ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 、はるなの体重りんご3個分。また上や、また上や、3個分じゃん。最近まーちゃん、うん、心理テストにハマってるよね。ハマってる。そう、なんかしょっちゅう問題出してきてはこのメンバーが答えるっていう感じなんですけど、うん、そんなまーちゃんに私心理テストを用意してきました。サンタさんをまーちゃんが見ちゃいました。はい、夜、クリスマスの夜、サンタさん見ちゃいました。はい、見られたサンタさんはどんな行動を取りましたか？入ってきました。ミルクを飲みました。チラチュン。透明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 。え、それって答え何？具体的に答えてほしいんで、シンデレスだから透明です。あ、そうか、そうだよね。サンタさんの行動、何か言うでもいいし、なんか逃げるでも何でもいい。あ、木の後ろに隠れる。木の後ろに隠れる。この答えは、お釣りを多めにもらってしまった時の反応だった。だからまーちゃんはお釣り多くもらったのに気づいたら木に隠れるんだね。